こんばんは、エウレカです。今回は歌マクロス衣装特別演出コレクション、みくもちゃんの最終回第33回七光の特待生エピソードを見てまいります。長い間続けてきました特別演出、衣装特別演出コレクションですね。今回が最終回となります。本来であれば歌マクロスのサービスが続いている間にですね、一つずつ丁寧に演出を見ていこうかなと考えていたんですが、歌マクロスのサービス終了が6月28日ですという告知がその約2ヶ月ほど前ですね、発表されまして、その時点で撮影できていた特別演出約50点弱ですね。はい。せっかくやってた特別演出、コレクションがサービス終了でもう録画撮影動画作れなくなっちゃうじゃないかということで、5月の頭からですね必死に撮り続けてきました。最終的には300点を超えていると思います、なのでその告知があってから250本以上の動画を作り続けてきたわけですよ。はい、必死にやり続けてきました。睡眠時間を削って、さらには歌マクロスのプレイにも魂を注いできました。偶然お仕事が閑散期というんでしょうかね、なんというんですかね、はい、落ち着いている時期で本当に良かったです。やりきるだけやりきってきました。歌マクロスのサービス自体は終了しておりますが、エウレカスタジオの動画のアップロードは今後も続けていこうと思っています。まあ、基本的にこのマクロスが大好きでね、続けてきたことになりますので、今後もマクロスに関する内容、またそれ以外のねゲーム動画とかもまあやっていこうかなと思っておりますので、これで終わりとは言いません。今後ともお付き合いいただければと思います。これまでアップロードした歌マクロス関連の動画、エウレカスタジオに再生リストまとめておりますので、ガチャ関連の動画とかもあります。今回のね歌マクロス衣装特別コレクションとして、まとめた再生リストもありますので、ぜひとも過去の動画も覗いてみていただけるとありがたいです。楽しかった、本当に歌マクロスこのサービスですね、5年弱続いた歌マクロス、たっぷりやってきたものを、そのすべてをね、ウレカスタジオ動画に注ぎ込んでおりますので、よろしければ覗いてみてやってください。よろしくお願いいたします。ではエピソードを見てまいりましょう。最初はコネダの裏口だのと、それはもういろいろ言われたミクモちゃんのワルキューレ入り、いやそんなこと言ってたのはレイレイだけなんじゃないのかなそんなにアーダヘイダーは言ってなかったような気がしますが、今やそれをユヤする者はいないだろう。あ、すっぽんぽんですね、後ろ映っておりますの。エピソード見てまいりましょう。おっと、星2の解放プレートだけ取れてませんね。星4プレートありますよ。しまった、タップしちゃった、長押ししたかったんですが、月が輝く夜に、最後にエピソードプレート交換チケットで、星4を集めた感じですね。三日月が昇るラグナーの夜空に響き当たる VF1 と思わしきエンジン音、三雲は音の主の意を察すると不敵に笑ってワルキューレサインを送ったのだった。なるほど、フレイヤとハヤテくんがなんか夜の飛行してる時にっていう、そういうシーンですかね。そして星5プレート、高嶺の花は女神様、春の訪れとともに学園で噂になっているのは神秘的なオーラをまとった謎の特待生、ミステリアスなほど美しい姿と歌声はまるで学園に舞い降りた女神とも言うべきか。何でしたっけ、すすめ進撃学園とか、あと鬼滅学園とか、なんかそういうパロディよく作られるじゃないですか。エウレカさんはそういうのあんまり好きではないので、なんだろう、うん、なんかそういうのあんま笑えないっていうかねストレートに言うと面白くないっていうか、まあでもマクロスシリーズでね、
なんだろう、アイテール学園じゃないですけど、なんだろう、ケイオス学園みたいな、なんかそういうのをね、あのアニメシリーズやったら、まあそれは見るでしょうね。そりゃ見ますよ。あのね、おまけでついてるブルーレイとかでついてるおまけのストーリーとは別ですよ。なんかね、もうなんだ、 DD 北斗の拳とかなんかそういうのをボーンってやられても、 DD 北斗の拳も見なかったな。1話に1話2話ぐらい見て、うん、それこそね、あの北斗の拳いちご味っていうのも面白いなと思ったけど、うん、もういいかなっていうね。やっぱそういうパロディーものをね、本ちゃんとしてやったらダメ、いやダメではないですよ。いや売れてるわけですからね。それで実際成功してるわけですから、エウレカさんの好みですよ。あの世間のね好みとエウレカさんの好みはすんごいずれてます。なんか悲しいほどに、うん、何なんだろう、エウレカさんはミーハーじゃないんでしょうね。なんつうか、へそ曲がり、泡の弱なんでしょうね。なんかもうそういうのを見ると、なんか嫌悪感を抱いてしまう。ストレートに言ってしまった。なんかおまけだったらわかるんですけど、なんかもうそういうね、ああもうこれでこのね、コンテンツで稼ぎ倒してやろうっていう、なんかそういうので、ほんと見てても笑えないんだよな。全然面白くないんだよな。はい、すみません。みこもちゃん待たせてばっかりで、ほんとごめんなさい。もうなんか余計な話ばっかしてね。はい、これがみくもちゃん一番最後のプレートですね。歌マクロスで出ました星5以上のプレートとして、みくもちゃんの一番最後のお姿でございます。もう最後の最後だったのでね、プレミア化することできなかったんですよ。まあなんだかんだいろいろね、アイテムの配布でプレミア化するチャンスはあったっちゃあったんですけど、まあもうこれはね、一番最後に自力で手に入れたみくもちゃん、もうこれはこのままにしておこうということで、はい、こんな感じで飾っております。この制服衣装なんですけど、この衣装が出る1年前に、かなめさんとマキマキの衣装が出てたんです。その時に、マキマキの星5プレートの背後に、紫色のね、このチョココロネが映ってたんです。うわー、これは間違いなくみくもちゃんだ。これみくもちゃんも来るぞと思ってたら、1年後にやってきてくれました。残念だったのはね、この衣装もフレイヤちゃん、レイレイ、ワルキューレ全員分揃えてほしかったなっていう、まあ、それ言ってしまうとね、他にもね、例えばワルキューレカフェとか、そういった衣装もね、全員分揃ってないやつあるので、残念っちゃ残念ですけど、まあでもみくもちゃんが出て、いやでもね、そのね、ワルキューレカフェ衣装ね、みくもちゃんのまた最高なんだわ。どっかの動画でね、ちょっと一瞬絵はね、挟んでるんですけど、和風っぽい衣装でね、また最高なんだな。それも見たかった。でも残念、見られなかった。仕方がないこと、こればかりは仕方のないこと、サービス終了、仕方のないこと。よし、 3D モデルを見に行きましょう。大変失礼いたしました。よくやることですね。はい、高嶺の花は女神様、これがレアリティアップ後で、レアリティアップ、まあ、かわいい、かわいいですね。めちゃくちゃかわいいです。なんかこう、窓際っていいですね。皆さんはいかがですか？学生さんの頃、自分の座席どこら辺でした？そうですね、小学生の頃、エウレカさんはどちらかというと窓際が多かったですね。中学生ぐらいの頃はどちらかというと、なんつうか、陰キャ方面に入ってってたので、廊下側が多かったです。別に廊下側が陰キャが多いってわけではないんですけど、もうとにかくすぐに教室から出られる、すぐに、帰宅の帰途につける、帰宅できるその位置がやっぱり廊下側だったので、なんかね、中学生の頃はなんか学校の友達と遊んだりっていうのはそんなになかったですね。学校が終わったらすぐに帰って、まあ水泳仲間ですよね、そっちと遊ぶ、それが多かったかな。もう特に日曜日なんかね、朝練するじゃないですか。昼間の間ずっとね、スーパーファミコンやってるんですよ。ボンバーマン、
あとはぷよぷよ、いただきストリート、人生劇場、なんかねスーパーファミコンって4人プレイができたんですよ。普通のファミコンはコントローラー2つ、あと拡張でね、3つ目のオプションコントローラーとかつけることできたんですけど、スーパーファミコンはねマルチタップっていうのがあって最大5人までできたのかな。でそれでまあ4人プレイができるのがそこら辺、ボンバーマン、ぷよぷよもね4人対戦とかできたってすごいですよね。あと人生ゲームとか、そういうのをねもう朝から夕方までやって、また夕方水泳の練習に行くとか、なんかそんな生活を繰り返しておりましたが、ね、小学校の頃は窓際の方が多かったかな。いいですね、みこちゃん可愛いです。はい、会話してるのか、その鳥と会話しているのかあ、でもそっか、桜の季節、あ、なるほど、なんかさっき文面でそんなこと書いてあったような気しますね。ね、春の訪れ、なるほどね。でもこれ春の訪れで、謎の特待生で桜が咲いている、桜が咲く時期っていうのは3月、まあ地域によりますけどね、3月末ぐらいなんですよね。どういうことだまあラグな、まあ関係ないか。はいじゃあ今度こそ、はい、楽屋へ参りましょう。楽屋へ移動してまいりました。最終回ですね。みくもちゃんのちょっとプロフィール、あとはこちらステータスも見てまいりましょうかね。歌姫ランキング1位です。まあ1位といっても結局みくもちゃんのねレベルを最高まで上げましたっていう、ただそれだけですのでね、何もすごいことではありません。1位みくもちゃんランキング1位の人が大量にいらっしゃいますので、はい。そしてプロフィール、年齢はてなさい、まあ3歳って言われておりますが、エウレカさん的にはみくもちゃんは運万歳だと思っております。はい、この細胞がね何万年という時を、1万年と2000年前から、はい、まあ生き続けているものだと勝手に思い込んでおります。誕生日ハイナ8月17日ですね。なんとなくそれで覚えやすいなと思って、なんかハイナ8月17日です。出身地は不明、まあそりゃそうですね、わかるわけはないと。好きなものを銀河中に歌を響かせることマクロスのね、ここに出てくる歌姫さんたちは大体みんなそういうこと言いますからね。戦時中音楽ユニットワルキューレのエースボーカル、素性や経歴の一切が謎に包まれているミステリアスビーナスな存在。歌に対して強いこだわりを見せ、どのような危機に襲われても決して歌うことを諦めない。みくもちゃん、衣装変更してまいりましょう。アイスフラワーからの最後の衣装でございます。ビオラデイズ、上出来だわ、上出来だわ、ビューしていきましょう。はい、まあ普通の制服といったらまあ普通の制服なんですが、まあこういう衣装ね、シンプルな衣装だからこそ踊ったりなんちゃりっていうのがね、とっても見やすいわけなんですよ。本当にあのノーブル衣装はね、ダンスが見づらくて本当にね、こういうシンプルな衣装もいいですね。いやー本当にあの歌マクロス学園なんかそんなアニメ、歌マクロス学園じゃないか、マクロス学園、なんかそんなのもやってほしいですね。はい、いいと思います、とってもいいと思います。縦向きさらり見ていきましょう。ちょっとね余計なトークが長くなってしまったので本当に時間がやばいです。さらっと見て、特別演出見て、それで終わりにしましょう。あとはね、最終日にね、はい、歌マクロス終了の瞬間まで、プレイをする、見届ける、お別れ会生放送やっておりますので、まだねこの今撮影している段階では、それはやっていないところなんですけど、これからやります。ぜひとも再生リスト生放送まとめておりますので、そちらからご覧いただけるとありがたいです。では特別演出、最後の演出です。見ていきましょう。残念、回らなかった。
私の彼はパイロットパート2で最後の特別演出見てまいりましょう。最高の歌を届けてあげるわ。最高の歌を届けてあげるわ。本当にありがとうございました、みくもちゃん。そして油断するなよ、油断するなよ。そして歌マクロスを作ってくれた方々、本当にありがとうございました。これが最後です。これが最後の特別演出です。さあ、可愛らしいみくもちゃんを見ておいてください。なんつうかね、こうセクシーだけではなく、もうこのプリティ、いや、これはキュートかな、そんな姿、おお顔なぜにキュルルとねあ、紫色の花がすでにそこに置いてありますね。あ、でもなんか今、あ、髪の毛が噴水に髪の毛が大変なことになってる。みごちゃん気づいてる？気づいてる？今髪の毛水浸しですよ、それ先っちょ。あ、でも大丈夫だ、これいつものあのホログラムモードの髪の毛になってるから大丈夫です、濡れても大丈夫いやー、面白いですね。この花ポツって置いてありましたね。今ね、ごめんなさい、ちょっと一瞬ダンスで思い出した、ふっとね、ちょっと似てたのが、こう腕を一瞬組んだような素振り見せた、素振りする素振りを見せたような気がしたんですが、ね、そう、あのね、上出来だわ、ゼロジーラブだ、ゼロジーラブのね、あの怒ったフリーのところのね、そこのね、あの表情もね、すっげえ歌姫、がね、歌姫さんが可愛い表情を見せてくれるんですよ。あれ、ゼロジーラブって特別演出ちゃんとありましたよね。マグロが出てくるとかそんな感じだったかな、確か。エウレカスタジオの再生リストね、何度も申し上げております、まとめておりますので、ミンミンさんの回見てみてください。それもね、とってもいい可愛いお顔するのでね、もうすべての歌姫でね、そのプレイする映像をね、残しておきたいぐらいですね。もう本当にいいお顔なんですけど、まあそこまではできない、残念ながら。はい、ぜひともそちらの動画もいろいろありますので、他の動画もね、いろいろありますので、ぜひとも見てみてください。よろしくお願いいたします。そうしましたら、長い間になりましたが、髪まみてますね長い間でしたが、歌マクロス特別演出動画ご覧いただきましてありがとうございました。決して消えるわけではありませんのでね、これからもなんか他の動画ご覧いただけるとね、過去の動画ですね、ご覧いただけるとありがたいです。そして冒頭でも申し上げましたが、エウレカスタジオ自体がね、終わるわけではありませんので、またマクロス動画何かしらね、アップロードしてまいります。アップロードしてってると思います。はい、ぜひそちらの方もご覧ください。よろしくお願いいたします。そうしましたら、これまでご視聴いただきありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。